皆さんこんにちは。銀座長州屋の深見信彦です。社長、今回は虎鉄の脇差しが、なんと鑑定依頼が来ました。今ちょっとお時間よろしいですか？いいよ、はい。早速なんですけどね、虎鉄それすごいね、じゃあ見てみようか。はい、こちらです。これはですね、昭和26年の登録なんですよ、社長。どれ？こちら26年。すごいですよね。あ、すごいね。昭和26年3月30日、すごいね。最初期の登録だね。そうですね、こしらえに入ったままで持ってこられましたね。このまんま、このまんま。ちょっとがっかりだね。がっかりですね。名刀虎鉄っていうのはね、こしらえはあっても必ず白材に入れて保管するからね。ああ、なるほど。でも場合によってはね、白材があるのにこしらえに刀を入れてる方も、そういう人いるよね。いますよね。でもね、虎鉄に限ってそんなことないよ。虎鉄に限って、虎鉄というその価値を分かってる持ち主はね、一点の引けもね、錆もつかないようにね、細心の注意を払ってね、上等のね、白材に収めてるからね。袋はこのままの状態？はい、いつも社長にね言われてますので、そのままの状態で、最初の状態がね、一番大事だからね。犯罪捜査でいうところの現場保存、だよね。最も大事な最初の現場の情報源だからね。この袋で、この結び方、そのままです。この袋とか紐からやっぱり分かることが多いでしょうね。粗末なもんではないけど、なんか本物の予感がしないね。まだ中身見てない、こちらに入ったままの状態ですけど、いつも通りこの袋だけで本当に分かるんですかね。袋で分かる、紐で分かるってことではなくて、刑事の勘っていうかね、勘ですか。言葉ではその表すことのできない、この物が発散するね、こうエネルギーっていうかね、空気、空気感で分かるんだよ。そうなんですね。この空気でね、毎回毎回ちょっと私にはよく分かんないんですけど。じゃあ深見警部、取り調べをお願いします。取り調べね。綺麗な袋で、中身ちょっと見てみようか。きれいな塗りのさやだね。小塚も尺度七個字のちょっとこう五島風の柵ですし、五島だね。千葉も社長、耳の造感がねよく効いて、なかなかねセンスのいい腰だと思うんですけど。そうだね。でも虎鉄のこしらえじゃないね。社長、なかなか綺麗なこしらえだと思うんですけど、どこが虎鉄のこしらえじゃないでしょうかね。虎鉄っていうのは、江戸時代でも、明治大正昭和でもね、350年間も有名だったでしょ。それだけに高価だったからね。そうですよね。その虎鉄を持つっていう人はそれなりの、こしらえ作るもんなんだよ。特別に贅沢な金具とか、贅沢なその塗りっていうことじゃなくてね、中身に、虎鉄という中身にふさわしい格っていうものが備わってないといけないんだよ。そうですか。この綺麗な鞘ではあっても、格調が低いっていうことなんですかね。今言ったように、高いお金を出してね、有名作家の作品を求める愛好家っていうのはね、こしらえを作るにしてもね、
あの一流の技術者に委ねるからね、うん、この金具の選択も含めてね、はい、でそれにほら、うん、作る側の職人ってさ、はい、ある程度刀詳しいじゃない、はい、虎徹もよく知ってるしね、うん、だプロの職人だから、うん、虎徹の腰代にふさわしい、うん、あの仕事をするよね。そうですか。じゃあそれを具体的にね、うん、この腰代について一つずつお伺いしますが、うんうん、まず鞘、うん、綺麗なその鞘。そうなんだよね、うん、これどうなんですかね。これは普通の青貝みじん塗りじゃなくて青貝みじんにね、うん、さらに水玉を配してね、ほら凝ってますよ。なかなかの塗りだよね、うん、しかしね、うん、残念ながら、うん、鞘の下地、うん、腰代下地の技術が低いから肉置きが良くない。肉置き鞘に力がない。いや難しい。スーッと抜けた感じでね、あ棒みたいにね、スッと力がない。いかにも力がない。言われてみるとこっちがちょっと力がな い, がない。スッとね。でこの栗型の形見てごらん。栗型の形、あとこの鞘口の角、はい、うん、ここも角なんだけどね、うん、角のところもこう塗り分けの見切りの技術が見られないよね、ええ、こう塗り分けのねきちっとした技術がないよね。はあ、一見すると綺麗、うん、塗りは綺麗だよね。水玉は綺麗、うんうん、いやそうですか、うん、社長じゃあ次はね、こんなの金具類、小塚とツバ、うん、おうおう聞いていいですかね。あ小塚は、うん、君の言うように本当に強盗だね。あやっぱり、うん、すっきりしてるね。うん、ツバ、うん、はあの耳にあのライモン象眼のある、はい、ね、綺麗な色だね。あいいですよね、うん、なかなかいいですよね。でもスカッとさえにはいいけど、ツバに釣り合いが取れてないよね、なんとなくね釣り合ってない、うん、釣り合ってないね。あ社長、あの塚の方はどうですか。塚、うん、塚が一番良くないかな。塚が一番良くない。虎徹らしくない。一番はこの塚だね。この縦ひねり巻きのね、技術も拙い、ゆるゆるでね、塚良くないんだ、うん、使っているその縁とかこの目抜きね、はい、目抜き位置も悪いけど目抜き、うん、はい、そして下のサメ側、下のあ、はい、着せてあるかサメ側も全て波のもんだよ。波のもん、まあ、やっとこ作ったっていう感じのこしらえだね。やっとこですか虎徹のこしらえだったら、質素でもね、うん、ね、今ここにこういうこしらえあるけど、これ決して派手なもんじゃないよ。ああ決して派手なもんじゃないけど、虎徹のこしらえなら質素でもね、うん、これくらいのもんでなくちゃね、うん、これに社長があの小鉄が入ってたら信じる、うん、お中身見てみたいと思うよね。これはもう同時代の小鉄とね、大和の神安定の切断面で入ってる脇吉のこしらえだけどね、うん、これが小鉄のこしらえならね、うん、うーんともうこしらえだけでうんと中身が早く見てみたくなる。そうですか、うん、そういうもんなんだよ。うん、じゃあの昭和26年の登録なんですよ ねこれ、うん、こしらえ見ただけで、うん、すでに本物の可能性は低いっていうことですよね、うん、まあね、うん、じゃあ社長早速なんですけど、うん、中身をちょっと見ていただけますか、うんうん、あでもこれ、うん、この葉巻も虎徹、ええ、のもんじゃないね。違う、うん、こういうちょっと虎徹の葉巻にふさわしくないよね、うん、ふさわしくない。うん、うん、あの社長実用の時代には、うん、いかに虎徹でもね、うんうんうん、飲み込みの深いあの銅の葉巻がついてたこともあるって、あの、こともあるっていうかついてた、うん、ついてたよ実用の時代は、うん、ええ、まさか金銀製二重葉巻で戦闘するわけにいかないから、うん、はい、飲み込みの深い丈夫な銅の葉巻がついてたと思うよ、うんうんうん、でもあの虎徹っていうのはさっき言ったみたいに350年間もね、はい、ずっと有名だったからね、
持ち主っていうのはその最高の葉巻を作ってね、はい、その後よ、うん、大事に持っていただろうからね、うん、葉巻見て、うん、虎徹にふさわしい葉巻っていうのはあるよね。はい、まあ第一この葉巻は実用の時代のもんじゃない、実用の時代のもんじゃない、技術的にもあの水準以下の仕事だね。そうなんですね、うん、あのよくあの葉巻鑑定という言葉もあるくらいですから。そうね、葉巻が本当に大事な見どころなんですね、うん、あの社長、刀身はどうですか？刀身ね、うん、刀身見てみようか。はい、おお、うん、少し、まだ少し油ついてるね。ああ、そのままですからね、うん、わあ、でもしかしなんだね、うん、しのぎ幅が広くって、うん、しのぎのね、はい、うん、身幅もあって、ほう、広すぐ歯だね、うん、広すぐ歯だけど、はい、歯中に、ええ、こうなんていうか小足がボンボン入ってて、はあ、で陽がもう点在してて、はい、あとほつれ、うん、こう糸がほつれてるの、ほつれ、ほつれ、あと内の毛、うん、内の毛、こにえ匂いがこう打ちのけてる感じのね、うんうん、なかなかのあの、うん、働きのある、うん、姿もいい、うん、長さもいい、お、うん、なかなかいい、作者とはあの大和伝の、うん、大和伝、うん、大和伝の江戸中期、江戸中期、うん、江戸中期後期ぐらいの虎徹より少し時代が下がるか同時代ぐらいの刀だね、うん、刀、うん、もうすごい神道の大和特伝っていうやつでね、あ、はい、まあ作者はあえて言うとすれば、うん、金貞とかね、あ、 金国とか金安とかね、うん、目に金包むっていう字の、はい、金の字のつく刀鍛冶だね。そうですか。社長、あの虎徹に似たとこはありますか？ないね。ない、うん、今ここに虎徹の刀があるから、あのちょっと比べてみようか、うん、比べたらすぐ分かるけどね、はい、まあちょっと そっからじゃ分かんないか。これ虎徹のすぐ歯だけどね、はい、うん、まあ、こう遠目では分かんないかも分かんないけど、うん、姿が引き締まってるでしょ。あ、うん、地金もこの脇差しみたいにざらついてないしね、うん、締まって冴えてるからね、はい、まあ後でゆっくり、はい、本物の虎徹を見れば分かると思うけどね、はい、うんうん、あのよく知られる虎徹の数珠刃とか瓢箪刃とか、数珠刃とかね、うん、あの乱れ出来の裏をついたものっていうことなんですかね。まあそうね、こういう虎徹、うん、にはすぐ歯があるからね、うん、ちょっと例外的な虎徹、だよと、なるほど、いうところを狙ったもんだろうけどね、うん、まあさっき言った虎徹はあの、うん、歯縁がキリッと締まって冴えてね、うん、今言ったように地金もみずみずしくて、うん、肌目は濃いためが少し立った分ものもあるけど、はい、潤いがあるよね。潤いがある、うん、これはもうあのなかなかの刀だけど、うん、グッとくる冴えっていうものがない、冴えがない、まあ、一流作家のものとしては思えない、うん、まあ、位で言えば中上作っていうかね、これは中の上ぐらいの出来の刀だよね。そうですか、うん、社長、じゃあ目の方は、目ね、うん、どうでしょうか、うん、まあ、万が一っていうね、うん、万が一っていうこともありますからね、うん、目を見てみようか、うん、はい、うん、鑑定っていうのはね、はい、その今までいろいろ言ったけど、うん、余談だけに頼らないでね、うん、やっぱり現物本位でね、うん、慎重に行わないとね、うん、だからちょっと慎重にね、慎重にね、慎重に、はい、目を見てみようか、はい、うん、どれどれ、ヤスリ目だけ見てみましょうか、うん、おほう、うん、おうわー、綺麗な、うん、整った、お、整った、勝手下がりのヤスリだね、うん、
カッペ下がりヤスリが、しっかり落ち着いてて、サビ色に無理がないね。サビ色こう遠く目から見たもんね、全然無理ない、下手にね、遠方よね、8月遠方よね、この頃は東映山しのぶが丘に虎鉄いたから、合ってるよね。おお、そう言いますと目なんか良さそうな感じまああの江戸時代後期に切った江戸時代の目だからね。いやあの中目全体は確かにしっかり落ち着いてるけど、もちろん目はよろしくないんだけどね。よろしくない。さっき言ったあの大和伝系の、作者のこの目を消してね、ヤスリを虎鉄風にかけ直して目を切ったんだね。あ、やっぱりそうですか。裏はしのぎ筋がずっと通ってる、もともと年季も裏になかっただろうから、しかし表は平肉が落ちてるでしょ。表に元の作者があったのを潰して擦ってヤスリをかけ直した。裏はもともと何もなかったから、ここに裏年季仕立て直して、ヤスリだけ仕立て直して、擦ったもん、切ったもんだね。なるほど。表の方だけ肉が確かにこう落ちた感じします。ここだけ ね裏はしっかり白に通ってるでしょ。やっぱり爪なんですね。でも少しは本物に似てるんでしょうか。似てる字は一字もない。似てる字は一字もない。あとで東映山忍ヶ丘のあれ、出してみておいてね、似てる字は一つもないけど、本物の通りの名文が何のためらいもなくスッスッスッって切られてるから、普通の人はこう特別な疑念を抱くもんではなくてね、虎鉄の名が分かんない人は本物かどうかなって本を見比べるだろうね。このぐらいの重み、このぐらい落ち着いてたらね。なるほどなるほど。江戸時代はもちろん本もそんなに普及してませんから、もしかしたら本物で通った時もあったかもしれませんね。そう、あったかもわからないね。これだけ落ち着いて、ヤスリ目も落ちて、ヤスリは虎鉄のヤスリなんだよ。虎鉄のヤスリなんだ。虎鉄のヤスリはそこら辺を考えて切ってるね。というと社長、目を切ったのは誰なんでしょうか。まさか火事絵とかそういう可能性はどうなんですかね。そんなこと言ったら火事絵に悪いよ。火事絵に悪い火事絵はね、前にあった水心師、水心師やりましたね。水心師正秀、これ水心師正秀の火事絵だけど、この火事絵の目っていうのはもう、普通の人見たらわからない。この水心師とね、裏年季の裏目も彫りもね、吉胤に似てるしね、このぐらいになると本当に火事兵が作ったっていうか、真に迫った、余真に迫った、多くの人が分かんなくなっちゃった、だから火事兵有名なんだけど、この刀は求められるままにね、偽物の虎鉄を、求められるままに多少タガネを操れる人がね、その本物の押し型とか絵図とかをこう横に置いてね、横に置いて絵図を横に置いて見ながら、切ったもんだろうね。まあまあさらっと切ってるけど、一番いけないのはここの中の尻がねこの形に工夫が足んないよね。もうそこだけ見ただけで分かっちゃうんだ。虎鉄って生涯通じてこの形はないからね。でも似てるよ。似てる。でも似てるけど生涯通じて両方がこうやって歯上がりになってる、こういう仕立てのやすりないよね。せっかくうまく切ったのにね。なるほどね。中口がちょっとね。そうか。しかしまあ本もなくて、見比べるものもない、まあ一般の人が判別する方法はあるんでしょうかね。
それと前に言ったみたいに、うん、ここのサビギアはスムーズでいいけど、うんうん、前の動画で言ったっけ、うん、胸のサビは皆さん、はい、うん、ありましたね、胸のサビ見てごらん、あ、やっぱりそこ白くなってない、ここが黒くなってるわけない、あ、うん、ここは葉巻が350年間何かの葉巻があるわけだから、うん、ここは常に油がたまるから、なるほど、ここは黒くなってない、なってない、白い、白い、光ってるはずなの、こっち町も光ってない、胸も光ってない、これはここに小鉄ヤスリをかけ直して、サビをつけた時のサビがこのまま残ってる、やっぱりそこ、だからもっと鍛冶兵だったら、うん、ここはサビは取るよ、取ってるんだ、うん、あ、そういえば水心紙見てみようか、うん、鍛冶兵の推進士はスムースだな、おお、ほら、ほんと少し変な先、すくい合いがこのぐらいみんなあるよ、うん、これ見てごらん、ハマチも本当に自然でしょ、これをつけサビのサビや鍛冶兵は残してない、すごいね、うん、この辺がまあ天才、天才と銘はやっとこうなんとかスラスラ切って、うん、休みを仕立ててサビ付けしたけど、ここのサビを取るのを忘れてしまった、忘れてしまった、はい、だからここを見ればわかる、うん、ということは社長、銀座長州屋のこの前の動画見てる人は、うん、今のそこ見たら見抜ける可能性あったってことですか、ああ、あるね、ある、ある、あの、まあ、ここだけに全てを頼ってはいけないけ ど、ここを見るだけで、ね、親と思わなくて一つのヒントになる、そういうことだね、この動画見て、まだその前回の動画見てない人、ぜひその動画をご覧になってください、まあそうだ ね、またまた犯罪捜査の話になるけどね、うん、まあその名がわからないとか、うん、っていうその迷った時は、うん、そういう決定的な証拠が見つからない場合はね、はい、慎重に、うん、まあ、状況証拠うん、積み重ねてね、はい、さっき言ったように鞘とか袋とか紐とか、うん、持ち主とかね、うん、なるほど、前後の様子事情とかね、うん、そういうその前後の状況から、うん、またあの研ぎとか、うん、さっき言ったのは葉巻とか、うん、そういうものからそのずっと大事にされてきたかどうかが感じ取れるか、うん、田舎だよね、田舎、うん、そこまでの過程で確認できなかった場合は、うん、名に全くの知識がない人が、うん、偽物と判別できる方法っていうものはないんでしょうかね、あ、状況証拠、状況証拠が確認できなかった、積み重ねてきても、うんうん、なお判別がつかない、はい、ということ、はい、うん、まあないね、はい、まあ、名も標本は何とやらっていう言葉があるけど、うん、はい、うん、やはりその専門家と違ってね、うん、その状況と勘だけに頼って判断するのはリスク高いよね、うんうんうん、社長、専門的にね、うん、分からなくても、うん、人間っていうのは不思議なもんで、等しく神秘眼っていうか、あるよね、嗅覚みたいなのがありますよね、ある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 、うん、まあ、全てにわたってはなくてもね、うん、ある部分ね、うん、美術分野でも、うん、芸術分野でもある部分には神秘眼、全部が備わってなくてもね、うん、あると思う、うん、そういうことは言えるよね、たと、うんうん、え銘が分からなくても、はい、その銘の字に、うん、意志が強くこもってるかどうか、うん、のびのびと躊躇なく高値が進んでるかどうか、うん、あと銘のその、うん、切った銘の日の際ね、うん、日の際、うん、この銘、うん、とこの地側の際、際がきっぱりと線が進んでるかどうか、うん、はい、っていうようなその動物的感を働かせるっていうことはあるよね、うん、うん、なんせ作者っていうのは、うん、この刀を作った作者が、うん、自分の刀に、うん、自分の銘を、うん、責任持って切るわけだからね、うん、他人の刀に、はい、
他人の目を切るのとでは、うん、わけ違うからね、うん、まあこの目を静かに見てごらん、この目静かに見てごらん、やっぱりそういうところがこの目の線からこうにじみ出るん、強い意志っても感じられる。ああ確かにそういう強い意志はあんまり感じられないですね、うん、へにゃっとした感じで、うん、最初から最後まで、うん、文字になんとなくですけど抑揚がなくてないよね、うん、なんかこう間延びした羅列されてる感じですよね。まあそのスラスラっと、うん、スラスラっと切ってるから、うん、おやっと思うけど、うん、タガネに魂がこもってないよね。あこんなこと言っちゃ悪いけど、こもってない、うんうん、社長、見分けのね、うん、ポイントはそんなところにもあるというのはすごくよく分かりました、うんうん、刀に限らず、うんまあ、それこそ小鉄に限らず、うん、本物偽物の判別は、まあ、永遠のテーマですよね。まあね、うん、本物は数が限られて、そうだね、偽物には限りがありませんからね。偽物には限りがないからね、どうでもできるわけですからね、うん、だからね、うん、本物を持つには、はい、自分が本物にならなくちゃね。あ、うん、人は刀を選んでるつもりだろうけどね、うん、実は刀も人を選ぶんだよ。刀も人を選ぶ。うん。だから名刀の持ち手にふさわしいね、人間に自分がね、なんなくちゃなんないんだよ。あ、だからお金だけとか、はい、そういうなんかだけではね、名刀はなかなか来てくれないんだよ。難しいもんなんだよ。格の高い刀になればなるほど、うん、自分の格っていうか、まあ、鑑識眼を高める必要があるっていうことですね。まあね、今回もまた大変勉強になりました。ありがとうございます、うんうん、まあ他人様の刀をね、はい、鑑定に来られたね、あれこれ言って申し訳ない気持ちだけどね、はい、まあ拝見して褒めて帰ってもらったりね、はい、鑑定を求められて、それは刀剣保存協会の審査を受けられたら よろしいんじゃないでしょうかって言ってね、うん、逃げるのは簡単だけどね、うん、でも意見をその鑑定を求められれば、うん、今言ったようなこと言うしかないよ。そうですね、うん、持ち主のお客様もね、うん、社長の忌憚のない見解を伺いたいっておっしゃってね、わざわざ持ってきていただいたので、うん、そうですか、今お話伺った内容をですね、うんうん、正確に伝えたいと思います。ああ、そう、それそうしてください。はい、ありがとうございます、うんうん、いや今日は大変失礼いたしました。ありがとうございます、うんうんうん、社長、それとね、うん、この脇差しに切られている、うん、東映山忍ヶ丘銃って、まあ、書いてありますけど、うんうんうん、これってど東京の今のどこなんですか。忍ヶ丘、忍ヶ丘、それはね、うん、忍ヶ丘って大事なことだしね。大事ですよね。面白いんだよ。面白い、今日の虎徹の鑑定より倍ぐらい面白い。この忍ヶ丘の解明はね、じゃあ次回はその東映山忍ヶ丘のことについてお話を伺いたいと思います、うん、次回話してみようか、はい、うん、面白いよ。面白い、うん、はい、皆さんご期待ください、はいはい、ありがとうございます。失礼します。失礼します。